僕知性、僕知性、パクチソン、1981年3月30日台、は、韓国出身の元サッカー選手、元韓国代表、アジア人選手として、初めて UEFA チャンピオンズリーグのトロフィーを手に入れ、そして決勝戦でプレーした選手である。僕は4度のプレミアリーグ優勝を経験し、UEFA チャンピオンズリーグと、 フィファクラブワールドカップでも優勝を経験している。UEFA チャンピオンズリーグ9年連続9回の出場はアジア人最多、欧州サッカー連盟主催の国際大会に11回出場アジア人最多である。韓国代表では100試合に出場し13ゴールをマーク。フィファワールドカップではアジア人として初となる2002年、2006年、2010年の3。 大会連続ゴールを決めた。全裸南動高教群で生まれ、水原市で育った。小学4年時にサッカーを始めたものの、韓国サッカーでは全くの無名選手で、僕自身も高校時代は K リーグのドラフトにかかりませんでしたと回想ている。水原工業高校では全国優勝した。ドラフトにかからなかった理由として、当時の指導者は体の小ささを上げている。 しかし1999年1月、明治大学校監督の金広史隊に才能を見出され、特待生として入学する予定だった、明治大のサッカー部の合宿に早期合流し、その時行われた韓国五輪代表との練習試合で目星活躍を見せたため、以降は U-23 韓国代表に選ばれるようになる。2000年4月5日には、 AFC アジアカップ予選のラオス戦で A 代表デビューも果たした。大学在学中の2000年6月、その才能を早期にプロで開花させるべきと考えた、前出の金広し大名智博監督は、旧知の間柄である当時の京都パープルさんが木村文治総監督に相談した結果、京都への加入が実現し、日本でプロデビューすることとなった。 この際、明治大には、サッカー部発展基金という名目で一億ウォンが、京都から支払われた。一シーズン目から、中盤の控えとして、出場機会があったが、京都が J2 に降格した二シーズン目から、その活躍ぶりは、顕著になる。主にボランチのポジションで三十八試合に、出場、三得点を挙げ、メキメキと頭角を表し出し、京都の J1 ワ昇格に、 貢献。J1 昇格後はウィングにコンバートされ松井大介、黒部光明と3トップを形成した。2001年に J2 に降格したが残留し、韓国代表に招集されてもできる限り断って、チームに残るなど、献身的な姿を見せている。怪我を押して出場した第82回転ハ杯の決勝でも、同点ゴールを決め逆転優に貢献。同時に、 韓国英代表でも徐々にレギュラーとしての地位を確立する。在籍中は大阪経済法科大学に在学し、日本語を流暢に話せるようになるまで学ぶなど、日本に溶け込む努力も見せた。2002年、元韓国代表監督であったフース・ヒディンクの推薦を受け、オランダエールディビジの PSV、アイントホーフェンに移籍。1年目のシーズンには一時期不調に陥った。 交際していた年上の女性と別れたことが原因の心理的スランプだとオランダ市などで報道され、韓国市でも別れた原因はオランダと韓国の遠距離恋愛などと報じられた。こうした報道に嫌気がさし、ますます塞ぎ込んだという。しかし、オランダでの3年間で2度のリーグ制覇を経験。特に3年目のシーズンは中心選手としてチームを牽引した。 UEFA チャンピオンズリーグ2004から05の準決勝でセリエ AAC ミランと対決しミランのホームサンシーロで行われた第一試合では再三にわたりミランの DF 陣を切り裂き称賛された PS v のホームに戻った第二試合では鮮やかな先制ゴールを奪いミランに対しリードを奪うが終了間際にマッシモ・アンブロジーニにゴールを決められ アウェイゴール数の差により決勝進出はならなかった。この活躍により、UEFA が発表した2005年のポジション、別 MVP の FW 部門で、アンドリー・シェフチェンコ、アドリアーノ・レーテ・リベロ、サミュエル・エトート・ロナウジーニョと共に、MVP 校に選ばれた。また、同年のリーグ優勝決定試合でも貴重なゴールを、決めた。あ、僕に魅了された PSV のサポーターは方についての、 歌を作り、この歌は PSV の公式アルバム PSV カンピオ園にソングフォーパークという名で収録された。2002年 W 杯のベスト4と2005年 UEFA チャンピオンズリーグのベスト 4PSV 時代という実績はイングランドプレミアリーグの名門マンチェスターユナイテッドの監督アレックス・ファガソンの目に留まり2005年7月に400万ポンドの 金額でマンチェスターユナイテッドに移籍。しかし、加入当初の英国メディアの論調は厳しく、それまで、プレミアリーグで成功を収めたアジア選手がいなかったこと、多くのアジア人選手が、アジアのサッカーマーケット開拓の道具として、獲得されていることなどから、僕も、広告党としての加入ではないかと会議の目が向けられた。また、 彼の実力を評価した専門家もマンチェスターユナイテッドというビッグクラブで出番機会が与えられるのか不安視していた。しかし、周囲の喧騒をよそに2005から6年シーズンの開幕戦で初出場、先発を果たし、攻守に献身的なプレースタイルと質の高いフリーランニングで活躍した。最終的にレギュラーとして、 プレミアリーグで38試合中33試合に出場し2得点7アシストを記録。中でもユナイテッドのライバルであるアーセナル FC 戦ではゴールを奪う活躍を見せた。中盤から前のポジションであればセンターフォワード以外はどこでもこなせる高い順応性、試合が終盤に差し掛かっても落ちない運動量が大きく評価されている。しかし、 2006から07シーズンは、膝の怪我が相次ぎ、リーグ戦では5得点を挙げるも、わずかな出場に終わった。しかし、膝の怪我は古傷を再び痛めたもので手術が必要となり、リハビリを含めれば1年、もしくはそれ以上の長期間にわたって出場ができないのではないかと危ぶまれていたが、2007年12月26日、現地時間に行われた対サンダーランド戦で復帰した。 2007から08シーズンには難攻不落のスタンフォードブリッジでのチェルシーとの対戦でゴールを奪い、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。UEFA チャンピオンズリーグ2007から08では、準々決勝の AS ローマ戦、準決勝の FC、バルセロナ戦で4試合連続フル出場を果たし、AS ローマとの第一戦では、ウェイン・ルーニーのゴールをアシストし、バルセロナ戦では、 走行距離12キロを記録するなど印象的な活躍を見せた。2008から09シーズンには UEFA チャンピオンズリーグ2008から09の準決勝はアーセナル戦で先制ゴールを奪いチームを決勝へと導き CL 決勝の舞台にアジア人プレイヤーとして初めてピッチに立った。2009から10シーズンはまたもやアーセナル相手にゴールを奪い。 エミレーツ・スタジアムでのリーグ戦で、ユナイテッドに初の勝利をもたらすと、この年の CL 決勝トーナメント1回戦では、AC ・ミランカゴールを奪いチームをベスト8に導いた。また、ミランの司令塔、アンドレア・ピルロを完璧に封じた。リオ・ファーディナンドは、エウロ2012のイングランド対イタリア戦における、ピルロの活躍に触れざい、この試合に研究して、僕知性は、 当時、最高のマンツーマン守備を見せた年、ピルロは眠りながらも、僕知性を見たはずだと述べている。さらにこの年には、リバプールとのナショナルダービーで決勝点となる、ダイビングヘッドを決めリオファーディナンドから、怪物のようだとも評された。2010から11シーズンは、アーセナルとの首位決戦で決勝点を奪い、この試合を機に、チームはアーセナルを抜き首位に浮上。 UEFA チャンピオンズリーグの準々決勝チェルシーとのセカンドレグでも決勝を奪いチームを決勝に導いた。同年、本拠地オールドトラフコードに前年の王者で2位のチェルシーを迎えた天皇さんではチチャリートへの先制アシストなどの攻守にわたる貢献で最大のラバルを下し2010から11シーズンのプレミアリーグを制覇。 これによりリバプールの18度の優勝回数を抜いて、マンチェスターユナイテッドにイングランドフットボール史上最も成功したクラという称号をもたらしたメンバーの一人となった。UEFA チャンピオンズリーグ2010から11でもアジア人として初となる決勝スタメンフル出場を果たした。マンチェスターユナイテッドのチームメイトやファーガソン監督からは、ジ G というニックネームで呼ばれていた。チームメイトの中では特にパトリス・エブラと仲が良かった。2011から12シーズン、2012年2月6日のチェルシー戦で公式戦200試合出場の記録を達成した。また、同月24日に行われた UEFA チャンピオンズリーグのアヤックス戦ではキャプテンとして出場した。そして同シーズンを限りに 7シーズンに及んだマンチェスターユナイテッドとの契約が終了した。2012年7月9日、イングランドプレミアリーグに所属するクイーンズパークレンジャーズ FCA 移籍。QPR は同シーズンで有力選手の補強を積極的に進め、僕は監督のマーク・ヒューズによってチームの首相に指名されたが、僕自身の不傷や不調もあってチームは低迷して、ヒューズは解任された。 公認監督のハリー・レドナップによって首相から外された僕は不審を払拭できず、QPR は翌シーズンから2部相当のフットボールリーグチャンピオンシップ降格が決まった。2013年8月8日、古巣の PSV、アイント方編にレンタル移籍。リーグ戦34試合中23試合に出場、うち21試合で先発し、2得点の成績を残し、 PSV の UEFA ヨーロッパリーグ2014から 2015C 進出とリーグ戦最終順位4位2013から2014シーズンに貢献した。2014年5月14日に牧地生サッカーセンターで会見を開き、膝の怪我を理由に現役生活からの引退を発表した。また、交際中のキム・ミンジと結婚することを同時発表した。 引退に際し、後悔することはないこと、自分が想像していた以上のことを成し遂げられたこと、サポートしてくれた人々に恩返しをしたいと語った。僕は W 杯に3度出場し、2002年のポルトガル戦、2006年のフランス戦、2010年のギリシャ戦と3大会連続ゴールを決めている。2008年10月の UAE 戦からはキャプテンを務めた。 試合前のバス移動で必要以上に気負い込むことはないとして BGM にロックを流しチームをリラックスさせようとするなどリーダーシップを発揮している。2004年に行われたテネコリンの時23歳の方は U-23 韓国代表選手として同大会のサッカー競技において通常の出場資格を持っていた。前年に行われた 同逸話最終予選でのインタビューで U-23 日本代表について聞かれると日本は最も注意しなければならない相手だと日本へのライバル心を公表している。しかし2004年に行われたアテネ五輪の本大会では所属クラブのヒディンク監督が逸話出場を最後まで承諾せず結局五輪出場はならなかった。ヒディンクは逸話前に開催された。 A 代表のアジハイへの出場は了承しており、逸話は国際 A マッチではなく、FIFA から選手召集に応じる義務も課されていないので、逸話よりは当然クラブを優先させるべきと考えた。2008年8月の北京五輪、同大会のサッカー競技では韓国五輪、代表監督の僕聖火が27歳の僕をオーバーエイジ枠の選手として、 北京五輪代表チームに招集したいと発言。これに対し僕は、大韓サッカー協会会長のテーム順と対談した際に、協会とチームが合意さえすれば気持ちよく出場したい。アテネ五輪で成し遂げられなかった夢を叶えたいと述べた。しかし、一方でポジション争いの激しさを背景に、クラブのキャンプへの早期合流の必要性にも言及し、世論はマンチェスターユナイテッドで、 ーの置かれている立場と体力的負担を理由にクラブ機合流を望む意見が大勢を占めた。僕が膝の不調により2008年6月の W 杯南アフリカ大会の3次予選に欠場したことで協会はーのペイキン五輪参加を断念した。代表チームメイトのリサ会釈とともに2011年1月開催のアジアカップで代表を引退を表明した。 2011年アジアカップ準決勝の日本戦では、韓国は PK 戦で敗れ、ウズベキスタンとの3位決定戦に回った。疲労を考慮され、ベンチにすら入らず出場しなかった。これにより代表通算100戦目となった、日本戦が彼の代表最後の試合になった。試合後に、日本選手らに握手を求め検討を称え合うなど、紳士的な対応をし、 日本でも好感をもって報じられた。日本対オーストラリアの決勝戦直後に行われた受賞セレモニーでは、韓国代表はフェプレー賞を受賞し、韓国代表の受賞者として登場した。2014年6月28日、京都参賀会 C のクラブ20周年の記念試合に出場し、試合後に引退セレモニーが行われた。7月25日、 ソウルワールドカップ競技場での K リーグオールスター戦では引退試合とて出場し、チーム K リーグ対チーム牧地制の形式で実施された試合でゴールを決め、K リーグオールスター戦 MVP に選ばれた。2014年10月2日、マンチェスターユナイテッド FC の公式アンバサダーとして就任した。酸素ボンベと称されるほどの試合終盤まで、 走り続けることのできる豊富な運動量とスピードが最大の武器。特に運動量に関しては評価が高く、リオ・ファーギナンドやパトリス・エブラから評価されている。左右両足を使える柔軟性、抜群のボディバランスとカッコたる基礎技術、巧みなポジショニング、飛び出しの技術、スピードある鋭いトリブル突破も持ち合わせている。また、走力を生かした。 激しいプレスや対人ボールダッシュ力にも長けていて、スペースを消すのもパスをカットするのも非常にうまい。20代半ばになって決定力もついてきており、大ナモ的存在としてチームを活性化できるチームに必要不可欠なオールマイティプレイヤーである。僕は守備的、ウィンガー、ディフェンジブウィンガーとして働き、ピッチの中央と両ウィングを含む 中盤のあらゆるところに展開する作業量とエネルギーはマンチェスターユナイテッドで非常に賞賛されている。また彼はビッグゲームプレイヤーとしても知られ、守備的な働きが特別に重視されるリーグ戦のビッグゲームやヨーロッパ各国間の試合でよく起用される。僕は中盤すべてのポジションとセカンドトップ、ウィングをこなせるユーティリティプレイヤーである。 中盤を超えてあらゆるところでプレーすることができ、卓越したフィットネスレベル、規律、勤勉さ、オフザボールの動きが注目されている。ガーディアン氏やサッカー専門サイト、チームトークなど、イギリスメディアは、しばしば彼を、アンサンヒーロー、縁の下の力持ちと評している。アレックス・ファーガソンは、ビッグマッチで本当によく、ゴールを決めると、その勝負強さを称賛し、 また、僕は、ビッグマッチを戦う上で必要な規律や、賢さ、サッカーの知識を持ち合わせており、冷静さを欠くことがないとそのプロ意識の高さを評価して、特に、ビッグマッチにおいては、信頼を寄せている。法の QPR 遺跡が決定した際には、彼がプロとして、尊敬に値し、人格的にも優れていると述べるともに、ビッグゲームに、強く、 必ずチームの期待に応えてくれたと、ここでもビッグゲームにおける強さに言及した。チームメイトのマイケル・キャリックは、僕知性についてビッグマッチの専門家と表現している。またリオファーディナンドは、彼はビッグゲームとなるとゴールを上げるんだ。監督はここぞという試合で彼を何度も起用しているけど、いつもその期待に応えていると称賛している。方の対談に際して、 ち、僕の愛称は、すごい選手で、本物のプレイヤーだ。彼は、チームメイトや、僕たちのファンから、とても評価されていたね。本当に献身的な選手で、これまでに全くトラブルはなかった。常に、チームのためにプレーしていたよ。このクラブが成功を収めた、時期の一員だね、とコメントしている。また、アーセン・ベンゲルは、パクチソンは、フレドリック・ユングベリのような選手だが、 ゴールも決めることができると評した。発音に多少の韓国語なまりがあるが、流暢な日本語を話す。日本のメディアの取材には全て日本語で対応する。京都パープルサンガ時代の同僚、松井大輔によれば、日本語でお互いによく電話をしていた。2002年 W 杯、ポルトガル戦後のミックスゾーンで日本人記者たちに祝福された際も、日本語であのゴールは、 マグレですよ。と、笑顔で語った、とのエピソードがある。イギリス生活も長く、英語も堪能。イングランドのメディアに対応する際には、通訳を介さず英語で対応する。しかし、2008年に日本メディアの取材に対し、英語より日本語の方が、得意と語っている。現在でも、自分の原点は、京都にあると語り、オフを利用してたびたび京都に訪れている。 僕と信仰が深い松井は常々インタビューで法について研究している。松井曰く同じ年の二人は自然と馬が合い、いつも二人でキック練習をしていたという。また、すでに結婚していた松井の家に法はよく遊びに行き、松井の妻がキムチなどの食事を出していたという。松井は法を2002年 W 杯の前後で人柄などべてが変わったと評しており、そのため、 自分自身も出場してみたかったと語っている。また、僕は一度も食事をおごってくれなかったとも述べている。その後、松井は2010フィーファワールドカップのメンバーに選ばれ、僕と共に出場を果たした。松井は、ーと日韓戦で対戦することを望んでいたが、二人同時にピッチに立つ機会はないまま、2011年にーが韓国代表からの引退を発表した。それ以外では、 京都時代の先輩にあたる三浦和義をしたい。また、彼からもよく可愛がられていた。2008年にも、親愛なる和さんへとの手紙にて感謝の気持ちを示している。僕は2007年に、信じる力パクチソン次伝を在日コリアンライターの、新武博の構成、寛訳で出版したが、その中で、方の性格は、謙虚、寡黙、自己主張しない。 海外サッカーにおいては埋没しかねない典型的なタイプと評されている。普段は穏やかな青年であるが、ピッチの上では非常に自己主張の強い選手だと知られている。2011年3月11日に発生した東日本大震災の後には、僕は被災者に対して哀悼のメッセージを寄せ、3月15日付で義援金を支出したことを明らかにした。 僕は他の多くのスポーツ選手と同様に事前活動、チャリティにも積極的に参加している。2011年2月には自らが理事長となる JS ファウンデーション僕知性財団を設立し、韓国サッカーの世界化とサッカーを通じた幸せの共有のためにサッカー少年への奨学金支援やチャリティ募金の実施を掲げた。以後、 2011年6月15日にはベトナムで第1回都産アジアンドリームカップを行い、同国でのサッカー普及のための寄付金をベトナムサッカー連盟へ送った。続く第2回のアジアンドリームカップは2012年5月23日にタイバン国で開催して前年の洪水で被災したタイの子供たちに寄付金が送られた。第3回大会は サムスン火災アジアンドリームカップとして2013年6月23日に中華人民共和国、上海市の上海高校は市球場で開催された。これらの活動には、韓国代表選手や日本代表選手なども協力し、第1回では、松井大輔や三浦和義に加えて、中田秀俊や川島栄次、第2回では2大会連続となる三浦や宮本、常安、 田中誠らが参加した。第2回には、マンチェスターユナイテッドのチームメイトのリオ・ファーディナンドや、北朝鮮代表のテイ・ハルト氏も出場した。第3回大会には、北朝鮮代表のアン・エ学が参加し、アンは、自らのツイッターで試合への参加を報告した。TV ゲームが好きで、休日はいつも家にこもってゲームをしている。 海外版、ウィニングイレブンで自分をプレイしている。12時13時20分。憧れの選手について聞かれると、いつも決まっていないと答える。プレイスタイルも全く違うが、地域のスターという意味で、A 氏からアジアのベッカムと呼ばれているようだがと唐突な質問を受けた。その時に、僕はベッカムのようにハンサムではないけれど、 彼のポテンシャルに近づくことはできると答えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。